はい、皆さんこんにちは。オゲームズの青です。今回はですね、前回ここの洞窟入っていってるんですけど、パート5、今回パート5ってことで、まあ洞窟みたいなもんなんだけど、また地下に潜ってダイヤモンド探ししていきたいと思います。そのためにもうちょっと松明がいるから、松明作ろう。今持ってる木の丸太だったら多分何個か結構作れるんだけどね。ちょっと待ってね。オオカミ、あ、一発で仲間になった。名前何にしよう。またコメント欄でこの犬の名前をみんなに決めてもらいたいな。うん、来てくれるかな。あ、来た。あ、ワープしてきた。で、まあこの松明作っていこうと思います。犬来るかな、入ってくる。あ、来た来た。あれ、こうか。うん、犬かわいいね。よいしょ。で、もう一匹ぐらい仲間にできるんやな。これ、この欲しいんかな。あれ、あげないわ。じゃあ、燃料の木材をもうちょっと入れとく。このかまどにマックスまで入れといて、木ちゃんが焼けても焼けてもどんどんできるようにしていく。あと松明作るには棒も必要だからね。棒いっぱい作って松明、あった。はい、松明 OK。体罰57本。こっちにも体罰なかったっけ。あー、ないね。じゃあ、まあブランチマイニングどこでやろうかなって思ってるんだけど、前ここしか作ったやん。だからね、ここの地下から、家の地下から作っていこうかなって思ってる。あとツルハシも量産しないとあかん。石いっぱい持ってるね、うん、だからツルハシ、石のツルハシ2本作ったから、一旦、あ、ちょっと待ってよ、はしごもいるか。はしごで地下まで行って、はしごで登ってくるみたいな。何本できるの？これで。12本か。よっしゃ。じゃあ、もっと増やそうかな。量産していこう。はい、で木材いっぱい持ってるから、この木材をほらいっぱい作れるよ。これ何個ぐらい作れるかな。これで54個あったらさすがに足りるわ。64、じゃあ
早速作っていきましょう。ここが一番深いんだね。ここで、はい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 。じゃあこの座標の今58ってなってるところがあるんだけど、そこの58が11になるまで掘っていきたいと思います。落ちた。まさか洞窟つながった。まさかの洞窟つながった。くそ、ここにつながるか。ちょっと洞窟つながったので、ちょっとここ塞ごう。塞いでおく。ここでこうやって、んー、あんちゃんが出るか。まあ、後で、まあ、落ちるときに、別に落ちても大丈夫だったら、別にいいけどね。まあ、高さは、本当は11なんだけど、10のところまで来ました。じゃあ、はしごで、一旦上まで上がろう。ん？松明あるからダメなんだ。じゃあ松明がある反対方向で登るか。オッケー。じゃあ外したね。はい、はしごつけていきます。ここまではしごつけれました。で、次に水バケツを作りたいね。水バケツを作って、バケツ作ってまず。水取れましたね。まず、水バケツで飛び降りても痛くないようにする。で、じゃあまた一番下まで降りていきます。おお。で、ここだね。ここにを掘って、で、ここに水。これで飛び降りて大丈夫だったらいいんだけど、うん、もうここら辺から飛び降りたら普通に死ぬ高さだから。じゃあ、はい、大丈夫ですね。じゃあ次やることはこっちに1、2で、次3。また新しい洞窟出た。ここに、ここの洞窟にダイヤあったりしないかな。あった！ダイヤモンド！あった！マジか。ブランチマイニングする前に見つけちゃってよ、普通に。ダイヤモンドあった。奇跡だ。あと、普通にレッドストーンも嬉しいからね。まあ、ここの洞窟の、今回ね、本当はブランチマイニングしたかったんだけど、洞窟広っ。ちょっとこの洞窟ちょっと探検するのもありかもな。広いね。うん、広い。ここの洞窟いいかも。いる。いたよね。いる。
スライムの音しない。スライムの音するよね。すごい洞窟来ちゃったよ。すごい洞窟来ちゃった。すごい広い。つながった。こっち側も見ていこう。で、次。今ここの洞窟行くか。今日は予定変更。今日ここの洞窟行くわ。普通に広い。ここに、ここが最初来たところだな。ちょっとここに印つけとくか。はい、ここから来ましたよっていう印。ここはレッドストーンがあった場所だね。で、ここ広いところ、上もあるね。これちょっと一旦ここの洞窟の探検、こっち側のマグマの向こう側まで行かない探検、向こうまで行ってやられたらね、結構帰り道とかマグマでアイテムが焼けちゃったりしたら大変だから、だからこっ、あ、タイマーつけれた。タイマーって余分に使いすぎちゃってたところあったから、そこのタイマー取るか。あとここ金鉱石一つだけある、謎。はい、でちょっとあっち側も行くか。ん？スライムが落としてるの？こっち？ブラブタゾンビいっぱいいるんだけど。まあ一旦、え、なんかスライム湧いてる。ここスライムチャンクだ。ほらほら、2対1。もう攻撃できなくなってる。はいはいはい、オッケー。ここの高さがスライムチャンクだね。ちょうどここちょっと台つくとか高台みたいな。目印、こうやって行ったら、あ、また湧いてる。こういう感じで湧くんだろうね。あ、ここにもいる。このでかさ、あかん。この高さ、スライムチャンクに高さないな。じゃあ、一旦家帰るか。一旦家帰りまーす。やっば体力。で、さっきのダイヤ預けてきました。クソ体力ねえんだけど。ほら、これダイヤモンド。金。スライムボール。で、ちょっと体力がやばいんで、
と忘れてたんだけど、ここら辺にでバケツ作ったから農業したいなって思ってます。今回いろいろするか、いろいろすると今日はやっていこう。全然食べ物がない。あ、生の肉あったね。あとで、このあのなんだったっけ、この空腹状態が早くなっちゃうな。もう食べないか。はい、起きました。体力もこれでもう回復できるね。じゃあもう一回潜っていきたいと思います。またスライムいるかな。今またでかいスライムいる。あ、燃えちゃった。自動で燃えちゃう。ここマグマあるから、マグマがあるから自分で燃えに行っちゃうな。ここの下とかありそうだけど、あー、ないな。ダイヤ、ここ、あー、苔が結構紛らわしいんだよな。青くて光ってるから。あと石炭も今松明全然ないから、あったら結構いいけどね。結構石炭ゲットできてる。まあこんなもんでいいか。これでまた足りなかったらトイレ行きましょう。むずい。タイマーちっちゃいからね。ここら辺とかパイ置いてる。はい、上にどんどん登っていきましょう。あれ金だよね。いで、終わりか。ここで終わりですね。こっちが、あ、金があるんで、ここの金も回収しよう。はい、金回収しました。はい、もうない。あ、またスライム湧いてるね。こっち来た。でっかいね、このスライム。あっちにももう一体いる。ほいほいほい。スライムボールはね、結構役に立つからね。将来的にスライムブロックいっぱい作れるから。こっち側行ってみるか。ほぼこっち側終わりでしょ。怖っ。カイジじゃん、カイジ。あ、こっち逆だった。はい、うん、はい、オッケー。後ろ、はい、結構分かりにくいからね、クリーパー。前も言ったけど、
またダイヤ。よっしゃ、今回ダイヤいっぱい見つかんね。嬉しい、結構。よっしゃ、2個だね、ここのダイヤ。でも2個でも結構嬉しい。なんかラマいるんだけど、すごいところにいるね。多分あの行商人っていう村人がね、連れてるラマがここにいるんだと思う。村人どこにいるんだろう。行商人がいないのに、なんでラマがいるんだ。まあ一旦松明なくなったので帰りましょう。こっちか。こことここでつないじゃうか。オッケー。はい、つなげました。またスライド。いった、やばい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 。ふう、ギリギリ。マグマダイブは結構やばい。あー、ミスった。やばっ。ここでモンスターに襲われたら嬉しいね。ちょっと回復回復。今これで回復できると、あ、回復できる。うわ、マジギリだった。ダイヤモンドを預ける前に死んだらやばいからね。結構マグマダイブは結構怖いよ。もうダイヤモンド6個だね。このダイヤで何が作ろう。何から作ろう。剣かな。違う違う違う。何作ろうとして。で、棒作るか、もう一回。棒。作るには、木材だね。木材ちょっとあれいいよ。もう、そこまで木材いっぱいいらないから。ダイヤモンドのツルハシ。ここで作らなくて、ここで作ろう。間違えて2本とか作っちゃったらもったいないか。3、2、1、これがダイヤモンドのツルハシ。これかっこいい。水色だね。あと何しよう。剣を作っちゃったらあとシャベルぐらいしか作れなくなっちゃうな。あと2個か。剣か。エンチャントテーブルだね。ああ、俺エンチャントテーブル作るか。エンチャントテーブルで強くなる。エンチャントテーブルで強くなるためにも黒曜石が必要だね。黒曜石。黒曜石がなかったっけ、ここらへん。黒曜石ないかな。黒曜石はね、このダイヤモンドのツルハシでしか掘れないから。あの、またいた。え、ワンパンじゃん。ちょっとワクワクしちゃうから、こっち来て。強っ。剣じゃないのに結構強い。やっぱり水持ってこないとダメかな。黒曜石ないわ。
黒曜石のために一回ここの水取っちゃうか。はい、水取ったらここのあのマグマを黒曜石にする。オッケー、黒曜石になったらで取る。鉄のつるはしじゃダメだ。はい、ダイヤモンドのつるはしを掘ります。黒曜石を掘って帰ってきました。でエンチャントテーブル作るんだけど、ほら黒曜石4個あれ3個掘ったはずが4個掘ってた。これじゃあ一旦寝ます。朝になったね。じゃあまたあのこのダイヤと黒曜石を使ってエンチャントテーブルを作るんだけど、エンチャントテーブルの作り方がここに載ってたんだよ。どこ行ったの？ここら辺に載ってるはずないよ。あった。あ、やっぱり本がいるね。本ってどうやるんだ。本の作り方もここに載ってるかな。本棚の作り方はあるね。でも本の作り方は載ってないぞ。本の作り方は分かんない。でも川が必要ってことは分かる。川はあるからサトウキビをゲットしたい。サトウキビってここの島あったっけ。この島はなかった気がするけどな。あれサトウキビあったっけ。こっちにもいる。いっぱい教えた。あ、サトウキビあった。はい、サトウキビゲット。やばい、トライデント持ちのあのドラウンドを開いた。ドラウンドのトライデントは結構強いからね。あのこれで砂糖球3個足りた。わかんねえ。砂糖球3個で紙あ作れるわ。本あった。これで本を作った。これで、はい、エンチャントテーブルゲット。エンチャントテーブルどこに置こうかな。地下室の家に帰ってきたらすぐにあのレベル上げて帰ってきたらすぐにあのエンチャントができるようにここに作るか。はい、はい、オッケー。あ、やば、端っこに置いちゃった。あ、ラピスラズリがいるんだ。じゃあ次の回はラピスラズリを集めてエンチャントをする回にしようかな。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。